続いてですね、今度その仏性の巻入ります。あのね、大体ね、私は昭和10年に早稲田出たわけですがね、その頃にはもう私どういうあれでもってあれしたのかよく覚えていないけど、本山版の今持っている「消防現像」って本を買って持ってたね。それで一生懸命ね、その頃も読んでたんだけれど、それこそね、消防現像どの巻だって、食いつけないの。そしてまあ分かるも分からないも分からない、どこが分からないとも分からないほど分からない。それでもう食いつけないという感じだったね。それでこれなんとかね、注釈本か提唱本かいい本ないもんかと思って、今はもう入って捨てるほど出てるけれど、その頃はまあ橋田邦彦さんとかなんかが多少あったけれど、しかしね、下手なもの、下手な注釈本や下手な参考書を読むと、その見当外れなことを学んだらかえって悪いんでね、私はそういうんで、その非常に警戒心の強い男だから、そのどれがいいかっていうのを知るまではそういう参考書は買わない。ところがその頃出てた山田礼林さんが「禅の生活」っていう雑誌を出してたけど、その「禅の生活」になっていっても「消防現像は西槍禅師の警笛がいい」っていうようなことが書いてあったのを見てね、それでその西槍禅師の警笛買おうと思った。で今はまあ大法輪から3冊本になって出してるけど、その頃は代々木書房っていうのが2冊本だ。それでそれを探したんだけど、どうこの本屋にもない。そしたら本郷の赤門前の三希望っていうね、三希望の親父が、一部はありますが値段がちょっと高くなりますっていう、ね、いくらだ55円だ55円って今だったらそれはみんなびっくりしないもの、郵便にてだって60円だからね。だけどその頃の55円というのはね、東大での学生がの初任給がちょうど55円だ。そうすると分かるでしょ、今の東大での学生がの初任給いくらもらってか私知らないけど、とにかく相当多いと思う。それでね、55円だって言われて、それで考えた。しかしながらどうしても欲しくてしょうがない。それで結局なんとか言って、そしてお金出してもらって55円で消防現像の警笛2冊本一部手に入れたもん。でも悔しいからそのあれですね、領収書をねその中にこう貼り付けて、そしてこれ分だけは読まなきゃってそう思った。そしてね、ところがそれで間もなくね、また私は昭和15年だけど六幕炎のひどいのやった。それで丸1年寝込んだ、ね、私はね、まあちっちゃい時から占病室っていうのが虚弱体質っていうのが何だか知らないけど、一旦病気するとその微熱がね、どうしても長引く男なんです。いや今度だってさ、この、あれですね、3月の時ここで喋って、そして帰ったら7度9分の熱があったんですよ。ほいで、まあそのまんま寝たんだけど、どうしても熱が引かないもんだから、池田さんにそう言って、そのあれですね、ペニシリン10日間の、それから、
今度は身の舞いっていうのかな、そういうのを1週間で、それでもまだ微熱が引かないで、とうとう4月いっぱい飽き飽きするほど寝込んだ。それはね、ところこれね、今に始まったことじゃない、子供の自分からそう、おっと子供の自分から今度こそ廃病になったのかと思って、それでお医者さんに連れてかれてレントゲン取って、何でもないって言われると、ああそうかって治ったんだけど、それが昭和15年の時は本物のあれでレントゲン出ちゃって、黒く出ちゃってね。そしてその胃腸の熱は引いたんだけど、その熱が取れない、1年寝てた。でその時にね、いやまあ時々そうやるんで、ね、私あの無常を感じる、自分の人生を感じ、無常を感じるっていうのは、まあちょっといい時間でもあるね、私にとって。で、そういうその時もあの初めてそのあれですね、消防現像の警笛手に入れてたから、その期間に寝ながら一生懸命読んだ。で繰り返し繰り返しね読んで、それであの結局それの続きでもって坊主になっちゃったその道元門下でどうしても坊主になろうということになっちゃったわけです。でところがそのね、西有禅師の警笛に、西有禅師は伝道話と現状公案の巻と、それからこの仏性の巻とね、伝言仏ってね名付けて、そして特別に書き写して毎日あの読んでたっていう話が出てる。それでね、私も、やっぱり伝道話、現状公案、この仏性の巻は一生懸命この今までずっと、それから今何遍も読んできてるわけです。でまあやっぱりこの弁あの現状、仏性の巻はね、正法現像として、一つの最高峰の一つだと思う。でまあそういうつもりで皆さんもお付き合いいただきたい。でところがこの仏性の巻っていうのも、これそれこそまあ読んで皆さん読まれてみて、これ歯が立たないっていう感じがすると思うんですね。で、そのところがどうしてかっていうとね、大体ね、仏性っていう言葉をね、どういう意味かっていうのははっきりしないで読み始めるから。でいやこれ日本人の悪い癖だね。前と言うけれど、仏法という言葉とか、あるいは一心とか真ですね、あるいは法とかっていう、そういう言葉と同じように、この仏性という言葉もね、あんまり頻繁に出てくるんで、これ仏教の本読んでるとどこにでも出てくるもの、それだからなんとなしにいつの間にかね、分かったような気がしてるんだ、みんな。そのくせに何にも知らない。それだから癖を覚えた。それで、しかも、なんとなしに分かったつもりで、なんとなしにこう、漠然と、あの、こんなことらしいって言ってね、そういうことを思い描いて、そうだってこう、いつの間にか決め込んで、そして読んで。例えば、仏性って言葉でもね、一切衆生は皆ことごとく仏性愛というふうに、我々も仏さんの種があるんだな、いつの間にかそんなことを思ってんじゃない。でそうだから仏性というと仏さんになる可能性、あるいは仏さんになるあの種ぐらいと思ってる。でそれでね、そんなことを思いながらこの仏性の巻読み始めたら、全く見当が違うんだから、何が何だかさっぱりいよいよ分かんなくなる。でこれはどうしてもね、
その仏教の言葉っていうのね、仏教の言葉はね、大体あの仏典から、もう仏典においてですね、大体あのどういう言葉なんだっていう意味が仏典にちゃんと決まって出てくるわけですね。だからそれを調べといて読まなきゃわからないわけです。早い話が、あの仏教の言葉っていうのは普通の言葉とはわけが違うんだから。例えばこの前も故郷の巻で言って、故郷っていうだけでもって古っていうね、古いっていうだけでもう仏法が語られてるんだ。それを古道具屋の古い神ぐらいに思ったら見当が外れるでしょ。で故郷の場合、故郷ってことはあの直接インドのお経には出ていない。しかしながらこの 仏性っていうような言葉はインドからのお経にちゃんと出てるんだから、そういうのを調べてからないと仏性っていう言葉の意味がわからない。で、あの、まあ、今日はちょっとね、あのややこしい話になるかもしれないけど、まあ、できるだけわかりやすく話するけれど、その仏性っていうね言葉のその元の意味、お経をお経からあのよく調べておくと、この大体ねこの仏性っていう言葉は涅槃経に出てる。で大発涅槃経の末期の25四苦菩薩本第23、これにね、四苦とは欠乗して一切修行質仏性如来妙住無変也を徳に名付くと、こう出てるね。これが今その言葉がを引いて釈迦牟尼仏、この仏性の巻の初めの釈迦牟尼仏の玉、一切修行質仏性如来妙住無変也、ね、でこれ我らが大師釈尊の四苦の展望輪なりと言われてるわけ。要するに四苦菩薩がね、四苦です。その四苦っていうのはどういうのかっていうと、あの狐や狸があのなんか物を言ってると、これはどうせね、あの裏の裏があって化かすんじゃないかってね、そういうことになっちゃうね。ところが四苦って言ったらね、欠乗の説です。もう動かしようのない言葉を言うのを欠乗、欠乗の説、そういう欠乗の説を言うのが四苦です。獅子が吠える言葉ですね。で四苦とは欠乗して、そういう欠乗の説は何かっていうと、一切修行質仏性如来妙住無変役っていう、それが、うん、これ我らが大師釈尊の四苦の展望輪なりといえどもっていうね、展望輪っていうのはね、展望輪の天は枠を転ずるっていう意味でね、みんな迷ってる、それをひっくり返すっていうのが展望輪の天です。そしてあの法を転じて、そして輪っていうのは最波の輪、大きなあのあれですね、ブルドーザーみたいなんでガーッと、ね、砕いていくっていう、そういう意味、あらゆる世の中の妄想妄説を砕いていく、そういう仏法の説法だね。それなんです。これをね、だから釈迦牟尼仏いわく、一切修行質仏性如来妙住無変役、これ我らが大師釈尊の四苦の展望輪なりといえどもっていうのは、この涅槃経からの言葉を引いてるわけで、じゃあその仏性っていうのはどういうのか、仏性っていうのはね、
そのやっぱりその四句菩薩本第23に仏性とはすなわち第一義空なり、第一義空は名付けて中道となす。仏性っていうのはね、第一義空っていうのは中道だって。で、中道とはすなわち名付けて仏となす。仏とは名付けて涅槃となす。そういうことが出てるね。これは中道である。これはまた仏であり、そして涅槃だ。要するに仏性ということは第一義空だってことです。で、まあ大体のこの仏性の巻の注釈本なんかはね、ちょっと開いてみたら、この仏性とは第一義空ないぐらいのことの天候ぐらいは出てると思う。ところがね、それで第一義空なのか知ったって何も分かんないよ。第一義空とは何か、またこいつも調べなきゃ。これで第一義空っていうのはね、これは般若経に出てくる。般若経に十八句、空を十八空の一番の一つに第一義空、般若経にね、その十八空っていうのが出てくる。その十八空っていうのは例えばどういうのかっていうと、内空、下空、内下空、空空、大空、第一義空、無意空、無意空、筆経空、無思空、三空、小空、自相空、諸法空、不可得空、無法空、無法空、無法、無法空。これで十八人。何のね、空っていうね、空っていうのは虚空の空気、まず我々考えてるわけだね、つかみようがないっていうんで、その空に十八あるっていうんだからね、インド人ってやつはねくしゃみにはいくつある、あくびにはいくつあるって、そういうふうにそれで、そしてすぐそういう言い方する、ね、それで、あくびの仕方、はっはーって言ったやつと、ほーって言ったやつとって言って、思いついたのをこうずらずらっと並べるもん。まあインド人の論法の仕方、そういうとか、だからあんまりびっくりしないで、それでその本質的なとこは何かってね、お経を読んでいく場合でもそういうところを狙わなきゃ。そしてこの十八句のところでも読んでみると、ずらずらっとなかなか長く書いてあるもんね、みんな。しかしその十八句の解説しているこのお経、大本般若経のね、あれでを読んでみると、いちいちね、十八句のいちいちに情にあらず滅にあらずこう出てくる。つまりね、十八空として十八もあるいろんなものをみんな空だっていうのをね、その空っていうのは何かっていうと、情にあらず滅にあらずっていう、それなんですつまり これなんですね。情だって言ったら受けになる。
で滅だって言ったら無権断権になる。でそうでないんだっていう、それを食うっていうんだっていうことですね。だからあのそれが中道だとこういうことだ。そのだからさっき挙げた如来は中道をと、いかんとなれば如実に滅を感ずる者は無権生で、如実に呪を感ずる者は無権生で、これを証券となすってね、阿言経の言葉と結局は同じなんだ。ただそれじゃ第一義空ね、この第一義空っていうのはどういうのか、要するに十八空の、今言ったのは十八空のこの空は結局情にあらず滅にあらずってこういうことなんですよ。だけど今第一義空ってこれ第一義っていうのは何か、そこのその大本般若経で読んでみると、なんだおか第一義空となす。第一義とは涅槃になす。涅槃とするは空なり、情にあらず滅にあらざるがゆえに、何をもってのゆえに生としておのずからしかればなり、これを第一義空と名付くと。つまりね、その第一義空とは何か第一義っていうのは涅槃だっていう、やっぱりね、涅槃ですよ。第一義はね、第一義っていう、涅槃が涅槃であるのはね、空だから。で、涅槃というのは情でもない、滅でもない。そしてどうしてかっていうと、生としておのずからしかればなりと、その本性として涅槃というのはこのおのずからしかればなりと、情でもない滅でもないんだからだってこういうことですね。で、それを涅槃が空だっていうのをね、それを第一義空と名付く。ところが、まあ、その仏性っていうのは何かって言って調べてみて、で第一義空だって言って、第一義空っていうので調べてみたら涅槃の空だっていうことだけはまあ分かった。ところがまた涅槃っていうのは何かって、また分かんないんだ。涅槃っていうのは母お釈迦さんが死んだことかって、そのぐらいしか皆さん思っていないじゃない。それが違うんだ。またそういうふうに思い込んどいて、お釈迦さんが亡くなったことはそれは空なんだなと言ったってわけわかんない。それで涅槃はまた何かっていうのをね、調べてみなきゃ。これもその涅槃経の四句本で調べてみると、涅槃とは名付けて奥宅となす、何をもっての故に、よく煩悩の悪風を遮るが故に、まずね、涅槃か、そうじゃない、失礼、それ以前にもう一つある。涅槃とはすなわちこれ、煩悩諸欠の火を滅すな。涅槃はね、これが涅槃のまあ初めの根本的意味ですね。煩悩、我々煩悩あるね。そして諸欠っていうのはこう結んだ、いわゆる我々そのなんだっていうとカッとくるじゃない、すぐとか土坂にそれは諸欠だ。それでムシ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 しているのは煩悩だ。なんとなしにムシムシのする、そうかと思ったら急にカッとくるような、それは諸欠で、そういう煩悩諸欠の火を滅する。だいたい涅槃っていうのはニルバーナっていうのは、その
その火をふって吹き消したような意味が根本なんだからね。で煩悩諸月の火をふっと吹き消した、それがまあ根本だ。それからね、ま、それについてまた涅槃とは名付けておくたくとなす。何をもっての言えよく煩悩の悪風を遮るが言える。ちょうど涅槃というのはおくたくっていうのいわゆるうちですね、あの家屋の宅だ、そういううちみたいなもの、うちに入ってりゃあの煩悩の風や雨からちゃんと遮られてる。それからまた涅槃とは名付けて帰依となす。何をもっての故によく一切のもろもろの不意をすぐるが故に、この涅槃というのはね、帰依帰り寄り所とするとどうしてかというと、いろいろな恐れ、もろもろの不意というのは恐れですね、恐れを通り過ぎちゃうから。それで涅槃とは帰依となす。何をもっての故によく一切のもろもろの不意をすぐるが言える。からまた涅槃とは名付けて終所、終所となす。終所っていうのはね、あの中州の巣、あの川の中の中州の巣ですね、島だから所っていうのは渚。何をもっての故に次第亡我も漂わす当たわざるが言える。荒れた、ね、洪水も漂わすことができない。何らおか死とな。一つには欲望、二つには無謀、三つには健謀、四つには無妙謀なり。このゆえに涅槃は名付けて終所とな。要するにね、あのインドは、まあ、大きな川がたくさん流れているじゃん。そういう川が氾濫することはある。しかしながらその引いてみれば、あの中州だけはちゃんと残ってる、それから渚もちゃんと残ってる、こういうことね。でそれと同じように我々その棒が荒れた川ですね、棒がもう漂わすことできない。その棒がに4つあるそれで欲望、無謀、健謀、無妙謀って言うんだけど、これは、まあ、絞るとも言うけれど、要するに洪水のいろいろな、我々の洪水のあり方だ。欲が強い、あるいは所有欲が強いね、あるいは健謀っていうのは、その俺の自説を固執するような健謀、無妙謀っていうのは大体が あんまりバカすぎるからそういうのはね、無用語、お前これこういうのもいちいちこの仏教、こういうのを仏教用語を詮索すりゃ、それこそいろんなね、あれがあるわけだけど、そんなものを愛してるとわけわかんなくなっちゃうから、そんなものとはどうで、要するに我々いろいろ物足りようの思いがいろいろこう働くけれど、そういうのにその持ってかれないものっていうかね、涅槃というのは。それからね、最後にまた涅槃とは必境期と名付く。これが大切だ。涅槃とは必境期。必境期っていうのはね、この必境ってのは、必境どういうことですかっていうね、あれですね、つまり帰するところ、つまり帰るところ、最後の最後、つまり帰るところ。これがね、まあ私はだから必境期者っていう言葉よく
これ沢木老師がね、私が沢木老師についたのね、初めて沢木老師の話を鶴見の総持院で昭和16年夏の三千回で聞いた時に、仏教はね、行き着くところに行き着いた生き方を教えるもんだという話をされたね。あ、それで、あ、この沢木老師につこうって、まあ、私はもうそれで決めた。要するに我々ね、なんだかね、ムシムシとこういう生き方しててもいいとは思えないでな。しかしながら、じゃあどうしたらいいの、どういう方向に行ったらいいのかって、みんな、まあ皆さんそうじゃないかと思う。これでいいとは思えない。しかしながらどうしたらいい、何を狙ったらいいのかってみんな思う。分からない。要するに分かんないことも分かんない。分かんないことが分かってくるとこれそういいんだけどね、分かんないことも分かんない。それに対してこの沢木老師の言われたのは、仏教とは人生の行き着くところに行き着いた人生を教えるものであるというね、これが欠如の説だ。つまり我々ね、中途半端な生き方じゃないんだ。本当にその行き着くところに行き着いた、ゆすり込んだ、そんなあれでもないこれでもないって本当にゆすり込んだところ、これが行き着くところに行き着いた。